川口春奈の初恋は3歳頃で、足が速い男の子を好きになり、タバタの短冊には、好きな人と一緒になれますように、綴った。4歳の頃は、母親の先発剤の残りをもらって、よく茶髪にさせられていた。学生時代はお笑いキャラで、モノマネばかりしていて、可愛さよりも面白いが、勝ち全くモテなかった。18歳から自動車教習所に通い始めたが、なぜか落ち着くという理由で、ブレーキとアクセルを同時に踏む癖があった。そのため4、5ヶ月通っても、地面すら受からずに、10回落ちた。川口春奈はかなりのせっかちで、買い物に行った採点員から機械を借りて、自分でバーコードを読み取ったことがある。